ドルはリンゴを発酵させたお酒です。ワインの仲間になります。シードルはフランス語での名前になりまして、フランスの北西部にあるノルマンディ地方やブルターニュ地方が大変有名でございます。はい、シードルはアルコール度数がだいたい 5% 前後ぐらいになる、大変アルコール度数の低い、お酒でございます。なので、お昼間ちょっと喉が渇いた時ですとか、また、お休みの日のランチとともに、またですね、仲間でワイワイパーティーの時などに気軽に召し上がっていただきたいワインです。はい、シードルは、辛口タイプとやや甘口タイプがあります。ラベルにも味わいのタイプが書いてありまして、ブリュットと書いてあるものが辛口、ジュミセックと書いてあるものがやや甘口タイプになります。辛口タイプの、ブリュットには白カビタイプのチーズ、カマンベールのノルマンディやそば粉のクレープの、ガレットがおすすめでございます。ドゥミセックやや甘口タイプはアップルパイやマカロンなどのスイーツがおすすめです。はい、最初にも申し上げましたが、シードルはリンゴを使ったお酒です。リンゴは1日1個で医者知らずと言われている体にいい食べ物です。さらに美肌効果もあると言われているシードルです。ぜひこの機会に会場でお楽しみください。